スノーマン渡辺翔太、久々ファンと交流で緊張、いい子たちなんですよ、一挙一動に黄色い歓声やまず、チンタオくんは意地悪。モデルプレス、2024年8月5日。スノーマンの渡辺翔太と中村アンが5日、W 主演を務めるテレビ朝日系推しドラサタデー、青島くんは意地悪、毎週土曜夜11時、ファンイベントに登壇した。渡辺翔太&中村アン、六本木に降臨早速渡辺が登場すると黄色い歓声が巻き起こり、会場を圧倒。さらに中村も登場し、可愛い、の声が飛び交った。駆けつけたファンへ向けて渡辺は、てか皆さん久しぶりですよね。今年会う機会あまりなかったケーラ僕も緊張してるんですけど、暑いから気をつけながら楽しんでくださいとファンを気遣い。中村は、こうしたファンの歓声に慣れていないとし、私のことも好きになってもらえたらと返答すると渡辺は、みんな好きですよ、ファンのみんな、いい子たちなんですよと言い、さらに観客を沸かせた。その後も渡辺が汗をタオルで拭いたり、水を飲むだけで歓声が飛び交い、渡辺の照れ笑いが止まらなかった。渡辺翔太&中村アン W 主演、チンタオくんは意地悪、原作は、2020年、めちゃコミック年間ランキング1位、累計閲覧数 1.3 億回突破、2024年6月時点無料 DL 数を含むめちゃコミックサービス内での累計 DL 数を誇る同名人気コミック、吉井優、めちゃコミックオリジナル。恋愛や結婚に全く興味がない、年下絶食系男子、青島瑞希、渡辺翔太、と恋愛から遠ざかっている35歳目前の、干物系女子、葛城ゆきの、中村アン、が、小さな嘘から始まる年の差、協定恋愛をスタートさせる、超、王道ラブコメを書く。初回放送では、X、旧 Twitter、世界トレンド1位、TVer 総合ランキング1位を獲得。さらに初回見逃し配信が209万回を突破し、推しドラ枠歴代最高記録を更新。その後も TVer 総合ランキングで1位を獲得するなど、快進撃を続けている。